トゥルク大聖堂、フィンランド最古の教会であると同時に、シュザ監督が在住するフィンランド福音、ルター派教会の霊的指導の中心地である。フィンランド福音ルター派教会、フィンランド語、スオメミ・イワン・ケリス、ルター・エレナン・カークコ、スウェーデン語、イヴァンジェリスク、ルザースカ・キーカン、アイ・フィンランド、英語、イーヴァンジェリックル・ルテラン・チャーチ・オブ・フィンランドは、フィンランド聖教会と同様に、 フィンランドの国境と位置づけられている。フィンランド国民の約80.6%がフィンランド福音ルター派教会員である。スウェーデン統治時代の1527年、宗教改革が導入され始めた。1809年までフィンランドのキリスト教会は、第2次ロシアスウェーデン戦争の結果、スウェーデンによるフィンランド支配は終わり、1809年、 ロシア皇帝アレクサンドル一世がフィンランド大公となり、フィンランドを立憲君主制の大公国とした。内政はフィンランド人が担当し、公用語はスウェーデン語、後にフィンランド語が追加された。フィンランド大公国が成立すると、ロシア皇帝アレクサンドル一世はポルボー議会を開催し、フィンランド福音ルター派協会の法的地位を承認した。年、 トゥルクの監督がフィンランド協会のシュザ監督の地位に上がった。19世紀になると経験主義や保守的信仰による様々な信仰覚醒運動が起こった。当初協会はこれらの運動を否定的に見なしたが、1869年には信仰覚醒運動関係の集会を禁止した総会決議を無効にし、これらの信徒運動を地域協会共同体に取り込んだ。 フィンランド独立後、1923年に、信教の自由が、フィンランド憲法に定められた。現在では、国教会である、フィンランド福音ルター派教会から離脱して、他の教会に加入することも可能である。イエスの復活信仰の確立、ナザレのイエスの死を通しての食材信仰の確立、主イエスキリスト信仰の確立、終末信仰の確立については、 キリスト教歴史を参照聖書は神の言葉という信仰の確立については旧約聖書神の言葉として成立した聖書の歴史を参照教会離脱者数と教会加入者数。幼児洗礼と死亡は対象外2008年末フィンランド福音ルター派教会の教会員数は429万4199人であった。信仰を告白している。 フィンランド国民の97%以上がフィンランド福音ルター派協会に加入している。ただし、協会所属者における圧倒的優位はここ数年来、衰えている。とりわけ2003年における協会離脱法制定以後、国民の14.7%が非信仰者になった。さらに、週ごとに礼拝に出席する者は、協会員総数の2%に過ぎない。 約10%が月に一度教会に通う大半の信仰者はクリスマス、復活祭のような重要な行事家家族の洗礼、結婚、葬儀の機会においてのみ、教会の礼拝に出席している。しかしながらフィンランド国民から教会は高い尊敬を受けており、とりわけ地方において大切な社会的ネットワークとして存在している。農村地域において、 信仰覚醒運動が、教会共同体の生活を支え、支配している。フィンランド北部において、経験主義が広く浸透している。フィンランド全体で、約12万人の支持者がいる。とりわけ、サボート・ポフ・ヤンマー県は、経験主義グループが強い支持を受けている。フィンランド福音ルター派1276年に設立されたトゥルク教区が、最も歴史があり、 今日においても最も高い権威を有している。トゥルク教区の監督は、フィンランド福音ルター派教会の主座監督である。ポルボー教区は、スウェーデン系フィンランド人信徒の多い、重要な場所である。フィンランド福音ルター派教会の教区一覧、フィンランドフン、フィンランド福音ルター派教会は、ポルボーコミニオンにも加盟している。テンペリアウキオ教会内部、ジュハリーイビスカ、 ミュールマキ教会指導者が、聖霊に満たされて語る言葉は、神の言葉とされているので、聖霊に満たされて書かれた聖書は、神の言葉である。エヴァンジェリスチ、ルザー・イッシュ・キルヘ・フィンランド・スタティスティックス、フィンランド・ハット・インターナショナル・レリジェス・フリーダム・レポート2004、ルント・ザー・ジャラ・ステイディオ・レイダスタ8、MRZ2000、サーキオ、ペッカ・ジュハニ、 ザフィニッシュディフェンスフォースフィンランド国防軍2020年11月10日へ覧フィンランドの軍事監督は特殊な事例であくまで軍政の中の階級であり実際の司教とはみなされていない他の国の軍事教区とは異なり軍事監督は教区を治めるものではなく聖職者はそれぞれの教区の司教の管轄下に置かれているなお 聖書が神の言葉として成立した経緯については、旧約聖書神の言葉として成立した聖書の歴史を参照。ありがとうございます。